皆さんごきげんよう。上川かおるです。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。2024年2月は、ロシア空軍にとって暗黒の1ヶ月となりました。1ヶ月という非常に短い間に多くの戦闘機が撃墜されたのです。今回の動画では、ロシア軍の被害を振り返りつつ、 戦争には相手があることからウクライナ軍との力の関係によって今陸軍空軍海軍この3つの種別において現状どのような力関係になっているかについて解説していきますウクライナ軍がロシア空軍機を撃墜した場合その戦火報告を行います例えばこちらは2024年2月29日の9時における戦火報告でロシア軍の戦闘機スホーイ34を2機撃墜したと発表しています このような形で日々の戦火報告が行われたのですが今月の成果は目覚ましいものがあります2月17日に戦闘機3機18日1機19日2機21日1機そして23日には戦闘機ではなく早期警戒管制機 A5 中を撃墜27日には2機そして2月最後の日29日には スホーイ34を3機撃墜しましまた。あまりにもロシア軍戦闘機を撃墜しまくるものですから宣伝効果にもちょっと工夫が取り入れられ右の写真のように戦火報告がスタイリッシュになっていたりもします。というわけで2月における戦火報告の合計を行うと戦闘機は11機を撃墜早期警戒機を1機撃墜の合わせて12機撃墜という 大戦果を上げました。それぞれの戦闘機は非常に高額な兵器であるとともにそれぞれのパイロットや乗員を訓練するにも非常に多くの時間が必要ですしそれぞれの人員も非常に優秀な人物が失われたこととなります。それでで、はこのようなペースで 撃墜が続くと何が問題なのかそれはロシアの生産能力と関係していますロシア軍戦闘機を次々と撃墜していることを取り上げたニュース記事で「フォーブス」ではロシアの戦闘機生産をこのように伝えていました国際的な制裁の影響でロシアの航空宇宙産業は新たな軍用機を 年に25から35機程度しか生産できていない月に3機の戦闘機も作れないロシアが月に11機12機の戦闘機を撃墜されるのですから単純に言ってこれから戦闘機を補充するために生産しパイロットも育成を始めるわけですが当然のようにすぐには前線へ出られるわけではありませんこれまで本国勤務だった機体とパイロットが前線へと割り当てられることでしょう 戦闘機の撃墜についてなのですが、なかなか映像的な証拠が出てくることはありませんから、これがウクライナ軍の発表したデマだというふうな指摘をされる方もおられます。このチャンネルの動画では何度となく取り上げてきましたが、ロシア軍の損失については、ウクライナ軍の発表とともに、ロシア側の情報の発信についても目を配る必要があります。ロシア国防省が認めない話というのはたくさんあるのですが、一方において、ロシア側の従軍記者であるとか、 ロシア軍の兵士やもしくは 軍関係者らによる情報発信といったものが行われます彼らは軍事ブロガーと呼ばれるような人たちでその中にはロシア国防省の発表していない内容をどんどんと公開する人たちもいます例えば戦闘機の撃墜であればロシア国防省がだんまりを決め込んでいたとしてもウクライナ軍が撃墜したぞと喜びの声を上げればロシアの軍事ブロガーがいやいやそれは味方の誤射によって落ちたものだであるとかあくまでも整備不良による墜落 事故だと言ったような言い訳などをすることもありますまあそのような形で戦果報告を確認する方法があるわけですまたその後の状況の変化を元にしてああ間違いなく落ちたんだなもしくは間違いなくウクライナ軍が撃墜したんだなというふうな評価をすることもできます例えば1月において A-50 早期警戒管制機を撃墜した後、ウクライナ軍が発表しました。この時、ロシアの軍事ブロガーは、あれはあくまでもロシア軍が間違って撃ち落としてしまったものだという、 トレンドリーファイア説を主張しましまたところが2月になってもまたもや早期警戒管制機 A50 が撃墜されましたこの時もウクライナ軍は自らの対空ミサイルを用いて撃墜したと発表これに対するロシアの軍事ブロガーらもやはり前の時と同じようにいやいやウクライナ軍の戦果にはさせることは絶対許さないあくまでもロシア軍が味方を撃ち殺したんだという主張を行いましたまあ2回も続けて 味方を撃ち続けけけるロシア軍がどれだ間け抜けなのかまあそれぐらいウクライナ側の戦果としては認めたくはないのでしょうまあ冷静な話をすれば1月に落とされた早期警戒管制機がウクライナ南部の陸地に近い上空を飛んでいたのに対してそれが撃墜された後の早期警戒管制機ははるかに後方のロシア本国の領空を飛んでいました。 そのようにして飛んでいる場所が変化したことによって味方が撃ち落としたというのであれば次からは気をつけようとしてまた同じようなところを飛んでいたとしても不思議ではないのにそうではないことからああやっぱりウクライナ軍に撃墜されたから後ろの方に下がったんだなというのがわかるわけですそしてロシア軍の戦闘機が次々と落とされた理由として考えられるのは2つの要因がありますまず第一にウクライナ軍の行動が変化したことそれは 都市防空などに使われていた欧米製の対空ミサイルをもっと前線へと押し出して戦闘機狩りへかなり力を入れたことそしてもう一つが早期警戒管制機が 後方に下がったことにより、味方に対する注意喚起能力が下がったという説です。早期警戒管制機というのは、レーダーによる監視を行っていますから、ウクライナ軍の飛行物体を安置することが非常に重要な任務の一つとなっています。飛行物体というのは何も、戦闘機やヘリコプターだけではありません。対空ミサイルについても、これに該当します。前線に近ければ近いほど、より奥地の方まで監視ができるわけですから、ウクライナ軍の対空ミサイル が放たれたぞというのもより早い段階で発見することが可能となります逆に言えばより遠くへ遠くへと下がってしまえばそれだけパンチが及ばない空気が広がるわけですから対空ミサイルが発射されてもう逃げ切れないといったところまで来たところで 発見してももうう手遅れというわけですそして1月撃墜2月撃墜というこの2つの撃墜劇が続いたことによりロシア軍の早期警戒完成期はさらに後方かもしくはすっぽりと監視の目が抜けている空域が発生することとなります。ですからロシア空軍にとってこの1月2月というのは 自分たちの目を失ってしまうという意味でも暗黒の1ヶ月となったのですもちろんロシア軍としてはこのような戦闘機の損失が耐えられないと考えて空軍の活用を控えるかもしれませんもしくは被害が出てもいいからとそれでもなお前線へ戦闘機を送り込み続けるかもしれませんここにはもう一つ考えなければならない要素がありますそれはアメリカからの弾薬供給が止まっている問題です例えばアメリカから供与されたパトリオットミサイルの の射程距離は120から140キロ程度と非常に長い射程距離を誇りますしかしこの弾薬がもしも切れたままになってしまえばパトリオットミサイルシステムはまさにシステムだけがあって弾がないという状態となり もう役に立てることはできなくなくりますもしもロシア軍の方の司令官が「よしパトリオットミサイルの弾を撃ち尽くさせてやろう」などという形で自分のパイロットを使い戦しているとすればかなり恐ろしいことです戦闘機の損失という非常に大きな問題を含んでいるわけですが地上部隊における人海戦術と同様なことを空軍にも強いている可能性がまあちょっと とはあるわけですさすがにそこまでのことはやらないとは思うのですがもしかしたら後にそういう思想を持っていたと判明するかもしれませんただ陸軍における人海戦術と違い空軍のパイロットたちは皆エリート兵ですそのような人海戦術と同様の使い捨て戦術をされていると感じた彼らが 果たして危険を冒してでも前線へと飛んでくるのかはちょっと疑問だと思っていますというのもその兆候はちょっと今でも現れているのですウクライナ東部に第二の都市ハルキュウがありますこのハルキュウに対する核空爆弾による攻撃というものが行われるのですがそこでちょっと奇妙なことが起こっているのですそれはロシア本国領において爆弾が何発となく投下されているのです 本来であればハルキウに向けて投げ放つ爆弾なわけですがそれらがロシア本国領に落ちてくるというのは明らかにパイロットが前線へと出ていくのをある程度抑制して 予定ポイントよりもずっと前で爆弾を投下している可能性を示しています出撃命令に対しては別に反抗するわけではないのですが実際の戦場での行動について叱られない程度の行動へと手を抜いている可能性が出てくるのです現在投下された爆弾は野原に落ちているものばかりでロシア、ウクライナ双方にとって見過ごすがちの 問題とはなっているのですが、今のような被害が続出すると、ロシア空軍のパイロットたちが手抜きをするのが日常に変わってくるかもしれません。というわけで、ロシア空軍の今後については、引き続き前線で欧米共用の対空ミサイル兵器が踏みとどまるというのであれば、ロシア空軍の被害は引き続き大きくなっていくでしょう。果たしてロシア側が目論んでいるような 弾薬切れによるロシア空軍の圧倒が実現するかどうかが今後の注目点となります。次に、ロシア海軍の動向について。 まずウクライナ海軍の方は大型艦がそもそもありませんから海上戦力としては水上ドローンそして開発中の潜水型ドローンのみとなりますしかし現在のところロシア海軍の軍艦が次々と撃沈されたことによってロシア海軍の活動範囲は大幅に縮小していますクリミア半島南部にあるセバストポリ港は巡航ミサイルの攻撃を受けやすいですし水上ドローンがうようよするようなところを 大型艦がうろうろすることもできません。そのため現在のところロシア海軍の船は次々とクリミア半島の東の端かもしくはロシア本国領の港へと引き下がっています。ちなみに潜水艦もあるので通商破壊作戦を行う可能性は残されています。しかし通商破壊作戦をしようにも被害を受けるのはウクライナだけではなくウクライナと貿易関係を結んでいる国々へと反感が広がることから ロシアとしては軍事上の理由というよりも外交上の問題で通商破壊作戦を行うことはできないとみられますというのもウクライナは世界有数の国葬地帯を保有しており アフリカ大陸の各国においては、ウクライナ産の穀物がまさに主食として使われている国は非常に多くあります。国会経由での穀物輸送をロシア軍が襲っているとなれば、アフリカ各国の対ロシア感情は確実に悪化し、プーチン政権としてはそのようなことにはなりたくないのです。現在のところ、アフリカ大陸各国、特にウクライナに味方するわけでもないんだけれども、かといってロシアの敵でもないみたいな国が多いわけですから、 通称破壊作戦はそれらの国々を軒並み反ロシア親ウクライナ派へと追いやってしまう可能性があるわけです引き続きこのような女性は借りようがないでしょう何しろ軍艦は次から次と建造できるようなものではありませんこれに対してウクライナ軍の水上ドローンは価格としては安いですが1隻を撃沈した時のコストパフォーマンスは非常に高いものですから ロシア海軍としてはもうこのまま終戦まで引っ込んでいることが基本シナリオとして考えられます。最後に問題なのが陸軍の動向です。 これまでロシア空軍との関係やロシア海軍との話をしてきましたがこの2つの軍隊においては1つの共通点がありますそれぞれ大量生産が効かないような一点ものの兵器によってなされている部隊でありどちらも被害が重なれば重なるほど再生不可能なレベルまで損失が広がってしまいますところがロシア陸軍の場合だと兵器単価は安いですし主力の突撃というのは人間の命が捧げられますから は非常に脅威です実際問題去年の秋ごろから問題化しているのはアメリカからの支援が止まってしまったことです今年に入ってからもその影響は絶大で何度となく前線では砲弾が不足していますよという話をしなければなりませんでしたウクライナとしては物量を揃えることが難しいがために何とか前線のところで食い止めようとしてドローン兵器の開発生産に取り組んでいますこれは逆に言えば 射程距離の長い砲弾が十分な量を整わないからこそ、 何とか必死で兵士の直前のところでロシア軍を食い止めようという作戦なわけです引き続きこのような苦しい状態はまだ続くと見られます少しずつ少しずつこの苦しい状況を把握することによってヨーロッパ各国の危機意識は高まって行動は変わってはきていますが実際の支援の大幅な増加までには時間がかかります会議承認予算をつけるそれによって動き出す防衛企業といった形でそれぞれの団 にににおおいいいててて時時間間ががかかかりそののの積み重ねによっっ戦戦場における戦状況といったものが続いてしまうからですウクライナ軍がこの先も陸上戦における戦いでなんとか前線を安定させるためにはまず第一に守りに徹することでありそして時間を稼いでいる間にヨーロッパ各国の支援がさらにもう一段階上がるかもしくはアメリカの支援が復活することにかかっています。 理想としてはこのままヨーロッパ各国の軍事支援のレベルが上がっていくこととアメリカの支援が復活することが重なってくさえくれればバトリオットミサイルでロシア空軍機を次々と撃墜する今月のような出来事が今後も継続することができますしまた陸上戦闘においても物量で押し切ろうとするロシア軍を食い止めるだけの軍事支援が可能となりますちなみに私はウクライナに対しては日本も軍事支援すべきだというのを持論としていますから アメリカがパトリオットミサイルの補充ができないというのであれば日本がどんどんと 日本国内でライセンス生産したものをウクライナへと供与しロシア軍戦闘機を引き続き毎日のように撃墜してくれればなぁと思ったりもしますまあ現在の日本の国民はそのような軍事支援には反対派の人が非常に多いですから難しいとは思いますがロシアが望むような形での終戦を迎えるようなことになれば悪い前例として残り中国が次に行動する時の原因の一つともなってしまうこのあたりの連鎖反応について理解が広がってほしい と,思いますというわけで今回の動画はここまで。情勢はこれからも日々刻々と変わっていくと思われますので、ぜひともこのチャンネルで情報更新をしていってください。そして役に立ったなと思われる方は、ぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。